ディーゼルエンジンかどうかってことはほぼわからない。非常にピタッとした動きで悠々たる感覚というのはライバルと比べた時の印象ですけれども、さあ今日はメルセデス・ベンツの S クラスの S400D フォーマチック試乗です。ラブカス TV 川口学です。 S400D は社名からもお分かりになりますように3リッターの直列6気筒のターボディーゼルを搭載したモデルということになります。最高出力330馬力、最大トルク700ニュートン発生して、これを 9G トロニック急速 AT を介してフォーマチック、前後の駆動力を状況に応じて配分する四駆につなげているということになるわけですね。で車両重量は2180キロということになります。ボディはショートボディということで、まあ、以前にお届けした500ありましたけれども、あれもショートボディでしたが、今回はリアシート消波パッケージはついていないというような状態ですので、まあ、いわゆるパーソナルユースするようなそんなですね仕様と考えていただければいいと思います。でも内外装チェックご覧になっていただくと分かると思いますけれども、そんなショーファーパッケージがついていないショートボディの S クラスでも功績はめっちゃゆとりあるぞというところでございます。で、まあ、実際にこのショートボディの S400 なんかになると、本当にあのショーファー仕様ではなくて自分で運転して使うという人も結構な数に上るということですので、実際にですね、まあ、オーナー気分といったら変ですけれども、そんなところでちょっと乗ってみたいと思います。でこの3リッターの直列気筒のディーゼルターボですけれども、もう本当に自分のプリンちゃんにも搭載されていたものですし、今乗っているマヌちゃんにも搭載されているエンジンで、僕はもう本当に大好きなエンジンですけれども、このエンジンは本当に力があってゆとりがあって、もうトルク太いですからね。それでいて燃費が良くて、回すと音が綺麗で、普段はディーゼルと思えないぐらい静かで、といいことずくめのパワーユニットなんですよね。でこれがまあ最初に搭載されたのは、まあ、先代の S クラスの S400 というモデルがあったわけですけれども、そこで初めて搭載されて、でそれがさまざまなモデルに搭載されて、この新型の S クラスにも当然採用されているということですね。でやっぱり今回 S クラスぐらいになると、他のモデルは ISG がついていて、要するにエンジンとトランスミッションの間にモーターがついてますので、エンジンの始動とかでも、もういわゆるセルのブルンブルンというような動きでかかるエンジンとは違って、本当にスルッとかかって、再始動なんかも非常に滑らかに立ち上がってというのがあって、まあ、それに比べるとこちらは ISG ついてないのでどんな感じなのかなと思ったんですけれども、実際に使ってると始動とか再始動とかほとんどやっぱり振動がなくて、 ISG いなくても本当に立ち上がりが綺麗なエンジンになってますし、これは先代モデルでもそうでしたけれども、とにかく S クラスぐらいになると遮音材吸音材も相当入っていて、しっかりと静粛性のコントロールがなされてますから、そういった車に乗せるとディーゼルエンジンかどうかってことはもうほぼわからないものになってますよね。ここもすごいところでございます。なのでおそらくこれは言わないで乗せたら誰も気がつかないぐらいの、それほど優れたフィーリングを持っているユニットということになります。なので普段使いで、まあ、S クラス使うときにエンジンのフィーリングを感じながら走るっていうのはなかなかないと思いますし、もうちょっと安楽に快適に移動するっていうところがメインだと思いますけれども、いざそういった部分に目を向けて感じ取ろうということをしたときにはですね、いやエンジンもすごくいいねと言えるところがあるので、いわゆるそのパーソナルユースして走りの良さとかエンジンの良さ、そういったものを感じ取ろうと思った時に、普通にいい車のやっぱりフィーリングがもう存分に出ているところが素晴らしいところですよね。やっぱり高級車ってなるとそういったところとは無縁の車と思われがちなところはあるんですけれども、こと S クラスに関して言うと、このエンジン特に滑らかさとかフィーリングとかもう抜群のものがありますね。非常に気持ちいいです。それとサスペンション当然 エアサス を使っていて、今回は AMG のラインが入ってますので20インチサイズのタイアンドアルミホイールを装着しているということになります。これはブリヂストンのティランザの D005 系ですけれども、 MO がメルセデスの承認タイヤなんですけれども、さらに S というのがついてますので、これサイレントですね、静粛性を高めるための対策が施されたタイヤですよという、そんなタイヤがついています。ただ僕まだ S500 もそうだったんですけど、20インチしか乗ったことなくて、
若干このブルッとした動きがあるなというのは気になっているところで、これがロングボディになったりとかインチが変わるとどう変わるのかなって非常に興味深いところではあるんですけれども、20インチになると若干タイヤのゴロゴロしたところが出る、そんなシーンが本当にたまに見受けられるかなというところですね。とはいえ快適至極であることは間違いないというところでございます。いやーでもね、本当に S クラスにドライビングフィールを求める人ってそんなに多くないと思いますけれども、エンジンのその回転の良さ、直力としての魅力っていうのは存分にある上に、シャシーもやっぱり素晴らしいシャシーが構築されてますよね。単に快適なだけのシャシーではないというところですね。もちろん高い剛性を確保して、なおかつ静粛性を高めるためにウレタンフォームを充填したピラーがあったりとか、そういったところもかなりやってますけれども、そういった高級車としての性能を確保する要素とは別に、走りの良さというところで見たときに、このアーキテクチャはやっぱりすごいものを持ってますよね。高級車としての落ち着きのある走り、静粛性の高さ、そういったものは当然持っていながら、運動性能を考えたときにも非常に高いものを実現するその基盤になっているなというところはすぐに感じますね。なのでゆったり走って非常にいい車であることは間違いないですけれども、それと同時にペースを上げた時に素晴らしいサスペンションの動きが生まれる車でもあるというところですね。気持ちよく路面をいなして動かすだけのシャシーがあって、だからこそこの優しさが気持ちよく動いてというのがありますし、入力が高まってきてハイスピードのコーナリングとか、もっと強いブレーキとかアクセルの入れ方とかハンドルの操作とか、そういったものをしてもしっかりと受け止めてくれるだけのきっちりとしたシャシーがここにあるなということを感じますよね。なので本当にこうイメージは、もう S クラスに乗ると目の前の道を全部踏み鳴らして走るような、そんなですね重厚感と質の高さみたいなものがあるわけですけれども、いざこのようにハンドルを切っていった時の振る舞い、これもいいものがあって、このあたりはやっぱりこのクラスの中で支持されている理由の一つでも実はあるわけですよ、ね、普段はここまで入力を入れなかったとしても、やっぱりこれができるからこその普段乗りでのいい味、いい動き、奥行きのある感覚、そういったものが生まれてくるというのは間違いないわけですよね。だから鍛え抜いて鍛え抜いたからこその非常にいい体感があって、だからこそいろんな動きを受け付けてくれる、そしてちょっとした動き、ゆっくりとした操作が極めて質の高いものに感じられる、そんな動きにつながってるわけですよね。なので本当にペースを上げると快適なまんま気持ちいい動きを存分に味わえる、そんなシャシーだなということを感じますね。この辺りのカーブも非常にピタッとした動きで、減速してもスーッと下がっていって、もう無理な動きがほとんど感じられないような、そんなものになってますよね。なので実は快適なだけではなくて、走らせた時の良さ、ここですよね。このコーナリングの素晴らしい感覚、これが世界に名だたるサルーンの証とも言える、そんなところですね。しかも今ノーマル状態でそんな感じですから、これ例えばスポーツプラスにしてハンドルを切ってみると、よりですねピタッとしたいい感じのコーナリングが味わえて、コーナーからの立ち上がりもすっごい力強いでしょうね。やっぱり700ニュートンのトルクがドワーッと出てくるので、それによる良さがあって、普段はだからそこの気持ちよさを感じるよりも、ちょっとしたトルクのやっぱり太さによるゆとりということを感じることの方が多いんですけれども、いざ走ろうとした時にはこの湧き上がるようなトルク、そして直力の気持ちよさが出てくるところがまたすごいと言える部分で、じゃあ実際に今前が開いたので、はい、このような感じで非常に気持ちいいですよね。サウンドもいいです。そしてハンドリングも素晴らしい。さらにこの車の場合はリアステアもついてますから、ピタッとコーナーを曲がる感覚も作り上げられていて、この辺りも上手だなと思いますね。本当に速い。
まあ、せっかく今回はそんな S クラスの S400D フォーマチック乗っていて、まあ、パーソナルユースも使えるような1台に乗ってますので、その話をしようかなと思ってるんですけれども、実はメルセデスってその高級サルーンというところで皆さん認識しているので、走った時の楽しさ気持ちよさみたいなものというのがないんじゃないかと思ってる人もいますし、こういう車は走りとかそういうのとは関係ない車と思っている人がかなり多いんですけれども、実は全然違うんですよね。おそらく、まあ、比べた時には皆さん BMW を乗った方がおおって思うところがいっぱいあるわけですよ。それなぜかというと BMW はやっぱり分かりやすくハンドリングを感じさせる仕立てになっているので、例えばこの S クラスのライバルである7シリーズ乗っても、あ、やっぱり BMW だなと言えるような、そんな走りの感覚を持っているというのがあるので、よりやっぱり BMW って走りがっていうふうにインプットされてると思うんですけれども、一方でメルセデスってそういうところイメージがおそらく皆さんの中にないと思うんですけれども、僕が自分でも乗ってる理由もそうですし、こういったですねサルーンの S クラスなんか乗っても感じるところは、本当にやっぱりメルセデスっていうのは人の操作に対して極めて忠実に動く、その運動性能を実現できているというところがすっごい高い評価を与えることができる要素なんですよね。ここがすごいところなので、以前に、まあ、この S クラスではなくてもっと下の C クラスの W203 仙台かもうすぐの標端目のですね、あのランプを持った C クラスの試乗会が鈴鹿であったんですけれども、もうなんで C クラスで鈴鹿、しかもフルコースみたいなところで思う人も結構いたんですが、もう走らせると一発で納得するんですよね。特にもうデグナーに入っていく時の姿勢のですねコントロールのレベルの高さ、そして操作に対して忠実なので、車が無駄な動き、行き過ぎた動きもしなければ足りない動きもしないので、本当に極めて気持ちよくやっぱり走ることができるというのがあって、ここがメルセデスの凄さであるし、普段乗った時には落ち着いてタラーッと走ってまっすぐどこまでも走ってってくれるような良さがあるというところはもちろんあるわけでしょう。でもそのイメージが強いんですけれども、実はハンドルを切った時の動きが本当に素晴らしいものを持っているというところなんですね。そしてこの動きっていうのは決して派手でもないですし、インパクトがあるわけでもないので、特になんかこう自分が操ってるみたいなことを感じられる人って少ないんですけれども、でも実はよくよく見ていくと非常にですねコントローラブルなものを持っていて、そして意のままに動いてくれるだけのものがあって、それを知るとこれは非常にすごいハンドリングを持った車だぞと思うわけですよ。でも一方で人は常にそういった車の動きを感じたいというようなものではなくて、例えばこのような渋滞にはまった時はもうあーっという感じでですね、だらーっとしたくなるわけですよね。そういっただらっとした楽に運転したいというニーズにすぐ応えてくれる、即座にそういったキャラをちゃんと見せてくれるというのも、操作に対して極めて忠実なので、走ろうと思った操作に対して極めて忠実に動きますし、まあ、車に任せてもう車なりに走らせようというふうに思って操作した時にはもう本当に車の側でピタッと走ってくれる、そういったですね幅の広さを持ってるわけですよ。なので一概に例えばこの車はハンドリング志向です、この車はスポーティーですというような、そういったですね幅の中にキャラを持ってるんではなくて、あらゆるキャラが出てくるようなそんな幅を持ってるのがこのメルセデスの特性なんですね。でそれはまあ車のクラスとかそういったところによって変わってはきますけれども、特に S クラスとかそういったモデルになって、大きなモデルになればなるほどその懐とか幅の広さっていうのは非常に大きいものがあるということなんですよね。なのでこの車は S クラス、普段使いして快適性を得るには最高の操縦性を持ってるわけですよね。でも一方で走らせた時にもおーすげえと思わせるだけのそんな操縦性も持っていて、ドライバーの意のままどころか気持ちの移り変わりのままにですねちゃんと動いてくれる車になるというところですよね。そこがメルセデスのメルセデスたるゆえんですし、メルセデスのすごいところということで、それがこの S クラスでは完全にやっぱり入ってますし、さらに最近の事情も汲み取ってもっと積極的に動かすような機構も備えてるからこそリアステアが入ったりとか、そういったものまで含めて走れる車に
なってるわけですよね。それと走りの楽しさ、気持ちよさっていうのは得るためには一番まあ手っ取り早いのは、例えばエンジンの音で刺激があるとか速いとか、そういうところが手っ取り早いんですけれども、でも本当の走りの楽しさ、気持ちよさって操作した時の車との対話性みたいなところにありますし、それってインパクトというものとはちょっとこう違う種類のフィーリングだったりするわけですよね。なのでハンドリングもそうなんですけれども、ハンドルがクイックでキビキビ動く方がスポーティーというふうに感じる人っていうのはやっぱ多いわけですけれども、それはよくよく考えてみればインパクトが強いだけであって、その後の車がどんな振る舞いをするかとか、そういったことまで含めて考えると、やっぱりメッセスはインパクトはないけれども非常に素晴らしいものを作り込めているぞと。なのでこの霞が関の左右に行くようなコーナーも非常に気持ちよく駆け抜けてますし、今前に車がいたのでブレーキを踏んだらスーッとですね、こう真綿で締めるような気持ちいい減速フィールが来て、非常にコントローラブルですし、走りがね本当に楽しい一台に仕上がってるんですよね。なおかつこの車の動きもパワーのオンオフも含めてのこの車の動きがきっちりと分かるようになってますので、そのロールの仕方、そして外輪の踏ん張らせ方で内輪の伸び方みたいなところも含めて、もうねインパクトはないけれども考え尽くされている、そんなダイナミクスがここにあるというところですよね。そしてこの奥深いダイナミクスを知ると、単純にハンドルがクイックだったりエンジンが刺激的だったりというようなところにあるスポーティーっていうのが、まあ、それはまあ確かにスポーティーだけれども、まあ、刺激だよねみたいな感じになってきて、なんかこう永続的に良さとして感じられる、普遍的な価値として感じられるものとはちょっと違うっていうことに気がつくわけですよね。なので車、例えば非常に性能が高い車で速い車なんかっていうのは、最初に乗った時にめちゃくちゃインパクトあるんですけれども、でも例えば GTR なんかもそうなんですけれども、その速さに慣れるとあんまり刺激的じゃなくなってくるんですよね。速さってやっぱり慣れてしまうと刺激としては弱くなっていってしまうんですよね。だけれども車の運動性能における動きの推移とか、例えばサスペンションの伸び縮みとか、ハンドルを切った時に車の動きがじんわり伝わってくるこの良さとか、そういう部分っていうのはインパクトのある刺激ではないので、ずっと続く良さだったりするわけですよね。そういう部分の走りの良さというものもあるので、それがですねメルセデスには非常に多く含まれているよという話ですよね。なので僕はこの S400D フォーマチック乗ってますけれども、まあ、パーソナルユースの話をですね結構強調しましたけれども、これはねだから普通に自分が運転して乗る車として非常によくできてるし、例えば E クラスなんかと比べても扱いやすさとかほとんど変わらなくて、より気持ちいい上質な世界が味わえる、そんなものになってますよね。そこがやっぱり S クラスのすごいところだし、いいところですね。とまあいろいろと話はしてきましたけれども、まあなんやかんや言って楽だなというのは間違いないところで、そこが S クラスのいいところですよね。快適に走れるというところはもう当然他の追随を許さぬものになっておりますので、そこの評価は極めて高いということになります。まあそんなわけですごい車なわけですよ。まあ、走りのね話もそのような感じですので、まあ実際のところ相当に動力性能も運動性能も高いというところで、最近あんま走ってないですけれども、例えば箱根短パイクとか走ってもですね、まあ普通のスポーツカーだとちょっと太刀打ちできないかなというぐらいの、そんなですねレベルになっていますし、そんな風にして動かした時に極めて優れたフィーリングを提供してくれることも間違いないですね。そんな1台です。なのでおそらく皆さん S クラスで高級車で安楽なだけの車と思っている人は多いと思いますけれども、全く違うという、そんなお話でございました。そしてそんな話をしているとこの車が欲しくなってきますよね、やっぱりね。はい。でまあライバルと比べた時の印象ですけれども、やはり BMW の7シリーズ、そしてアウディの A8 ありますけれども、 A8 はもっと走りにですねさらに軽やかな感じが際立っているような、そんな一台になってますよね。 S クラスから比べるともっとパーソナルな感じが出てるところもあるのかなというふうに感じるところですね。
それと7シリーズですけれども、7シリーズはやっぱり走らせると BMW らしいなっていうスポーティーな部分っていうのは持ってるので、自分で運転しようという意識がある人にとってはかなりやっぱりそれ以外の BMW から乗っても違和感なく乗れるような、そんな仕立てになってますよね。でその中からするとやっぱり走りのイメージって一番 S クラスは少ないわけですけれども、でも快適とかですね、上質というところはやっぱり相当なレベルに達してますし、まあ、その方面でのイメージというのは極めて強いだけあって、確かにその部分で勝っているところというのも多いですし、まあ、何よりこのクラスの中では相当に売れている車ではあるので、その売れている理由というのは、まあ、そういったですね、快適とかいう部分というのは非常に多くを占めてますし、なおかつやっぱ安全という部分も相当大きいですよね。なので、まあ、周り見渡してみるといろんな高級スタイルがありますけれども、今回走りの話をしましたが、とはいえいろんな面で高得点を取っていて、バランスが非常にいい1台であることも間違いないわけですよね。だからこそ、まあ、多くの人に選ばれる高級サルーンであるというところでもあるわけですね。はい、というわけで乗ってきましたけれども、こんな感じでドライバーがオフ状態になるとしずしずと悠々と走ってくれる1台になることもまた S クラスだからこそというところですよね。本当にいいね、このスーッと静かにですね進んでいく悠々たる感覚というのは S クラスじゃなきゃ味わえないところでしょうね。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄に受け付けいただければと思います。そしてこの動画への高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。